ソルトがやられた。マジかよ。マジ女中が静まり返ってる。こんなの初めてだ。それぐらいやべえってことだろ。誰がこんなことを。今言ったことはほんまなんか。はい。ムカつきガンタレザケルな、この辺の総長たちが一斉に集まってソルトを襲ったそうです。ああ、それをまとめてうちらが仕切っとんちゃうんか。そうなんですが、コビーさんが先導したらしくて。コビーはどこや。それが姿がなくて。やばいっすよ。マジ女連中らに知られたら、マジ女とうちらの全面戦争や。やばいよ。どうすんの。待ってんじゃねえ。ソルトがいねえマジ女なんて相手にもならねえよ。そうだ、雑魚だ雑魚。大丈夫ですか。大したことない。よかった。ソルトさんに万が一のことがあったら私は。ソルトさんに限って万が一のことなんてあるわけねえだろ。鼻息荒くして心配してたのはどこのドイツだよ。あんたを襲った誰や。この辺で頭張ってた連中だけど、そいつらを束ねてたのは激横のコビーだった。激横が。油断してた。この蹴りは私がつける。ソルトさん、寝てなきゃダメですよ。やられたまま黙って寝てるわけにはいかない。あんたは何も心配せんで、今はゆっくり休んどき。何しけた面してんだよ。射程たちが心配してたぞ。ほら、差し入れだ。どうせ何も食ってねえんだろ。自分が転校してきたせいでソルトがやられたとか思ってんじゃねえだろうな。図星か。